何を迷うておるか。お前は伊達の当主であろう。政宗、義継をわしを討て。父もろとも義継を打ち抜いた政宗は、残った二本松勢もことごとく討ち取った。この一件で政宗は心に深い傷を負うと同時に、乱世を生きる者としての覚悟を胸に刻み込んだのであった。